よし、半分。ここは全くだな。天空のアスレチック。アホ取りんところか。おい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 。アホ取りは乗れるタイプだ。大ジャンプじゃないない。踏んで大ジャンプできると思って思いっきり失敗しちゃって、そんな卵になりに来たのかい。ちょっときつい。花2個と赤コインが7個。じゃあ OK だ。このステージは中間が2個あるから体力は気にしなくていいな。花1個と赤コイン2個。怖い。花1個、赤コイン2。オッケーだな。で、体力は完全にオッケー。花1個と赤コイン6個だけど、途中抜け道あり。あれか。これ厳しい。多分あれ復活してる。ラッキーよっ。オッケー。で、残りが5個と1個が、あの左奥の部屋出ていくんだ。出ていくんだ、ここに。ん、もしかしてここにいたあの雑魚を踏んで飛ぶとか。だとすると厳しいな。もういいか。あんまりよろしくはないな。隠しあるかもしんない。あった。ああ、スーパーヨッシーだ。スーパーヨッシーは初見だとかなり辛いんだよな。これ体力だけでクリアしといてもよかったかもしれないな。逆だな。体力を後回しにした方が楽か。
あれ終わっちゃった。全然取れてない。死ぬと大変だからな、それだけ気をつけないと。ということはもっと上、マジか、あぶねえ。やっぱ上には行っちゃダメなんだ。こう行ってこう行ってこう飛んで、ここ一周するんだな。オッケーオッケー、いけたいけた。かっきれいじゃないけどいけた。本当はこう行って一周回って飛んで、でここで一周回ってここでもう一周ね、そんな感じだった。結構グダグダだったけど、まあ全部取れたからいいかな。ここまで切ってダメージを食らうというね、そういうことにならないように。よし、当たらんな。次は体力だけ。炎のスイカ、これもなんか覚えあるな。うん、覚えあるわ。無駄遣いしたら、ダメだったやつだ。だけど体力だけだからな、今回は。そんな大したことないだろ。これ逆か。どうせ体力あと1個でいいんだし。ああ、覚えあるわ。よし、もう30。割とどうでもいいっていうね。うん、覚えてるわ。あれ取りに行って死んだな、何回か。危ない。行かなくていいんならもうこれ余裕じゃねえか。ああ、しまったな。もう一つは取っといた方が良かったか。まあどうせ外れ。んで花だけ。
まん丸地形の丸いやつ。ああ、キューちゃんだ。はなはな。体力はもう取ってるからいいっす。あれ多分赤コインだな。終わってると完全に見分けつかねえからな。なんでこんな仕様にしたんだろう。あ、失敗した。ですよね、赤コインですよね。と、ちょっとぐだってる。このコインを狙ったらいいのか本体を狙ったらいいのかわからないの。本体やめてほしいんだよな。怖っ。だってこんなんわからねえっちゅうね。補充補充。これは入れんのか。入れた。ここにも一つ。おお、やばげな、やばげな空気と思いきやそこまでやばく。ないね。思ったより楽だったな。まあ花だけだから安心して中間にしといて。上に行かなきゃいいんだよ。なんかありそうに見えたけどなんもねえな。どうやって行くんだ。踏んで大ジャンプか。踏んで大ジャンプ。花一つと赤コイン5個だけど、まあ花だけでいいからね。早い、超早い。1個ミスったけど、まあまん中の上だろうな。 OK。 いやこれ楽でいいわ。巨大な鶴が。頑張れ。お、あるある。
いたはい、OK です。でっかいアホ鳥が、ちょうどこの間に入るとは。そしてフラワーがなかったな。ないとこでも土管くん現れんだ。ないならもういらねえよ。今回の目的はそれはいらないからね。と卵補充しとこう。おお、なるほど、補充したら出てきた。当てときたい。当たんねんだよな、ほんとこれ。8面は体力終わってるからパーフェクトさえすりゃそれで OK だ。まずは花が2つと赤が6個、確実に回収していくぜ。1つ目、発見。1キャップかよ。この上か、この上か、もうその1個その上か、どっちか。この上っぽいな。あったん。よし、とりあえず2と6、 OK。 次のエリアに花が2、赤が4。よし、危ない、花取れてるな。そういうことだ。ジャンプ台。あった。どうやって行くんだよ、これ。こうか。いけねえな、これ。普通にこうか、こうか、いけた。
そして残りが全部ここと。ちょっとゆっくりめに。体力はどうでもいいんだから結構気分は楽だな。上から回った方がいいな、明らかに。あ、もう赤コイン完璧じゃん。絶対ここだわ。安全に。よし。別に体力はいらないんだけどね、と。せっかくだからパーフェクトできたじゃん。あ、でっかいサンボか。確か画面端で待っててピョーンって飛んでもらえばいいんだってね。残念だったな、攻撃の手段がない。早めに補充しておこう。消化しちゃった。いやー、まあ別にノーダメである必要はないんだけどね、と。あらあら、残念なことになってしまった。いや、まだ復帰できるぞ。赤卵があるじゃないか。いやちょっとまだ高すぎるな。頭だけ狙ってみようかな。
あの瞬間だけ頭が開くね。まあ別に急いで倒す必要はないから、ちょっと補充しときたい。えい、もういいわ、無駄った。回復より食らうなって話だよ。